日本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやってこみや。ということで今日も早速やってこまい。ということで今日は春が来ましたのでジョイスプリングやっていきましょう。はい、いかがでしょうか。こちらジョイスプリングという曲ですね。春になるとね、セッションとかでも定番になる曲なので、ぜひぜひともやっていこうかなと思います。はい、ということで今日はまず簡単にコードとメロディーをやっていきましょう。でジョイスプリングという曲のコードはすごい単純なんですけども、どん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 転調していくので、そこが厄介かなと思います。で、ピアノの人とかだと、黒い鍵盤とかあるので余計大変ですけども、ギターは半音ずらせばいいだけじゃないかと思いきや、なかなか厄介なので一緒に克服していきましょう。ではまず最初コード進行いきましょう。基本的には1625最初いきます。なので最初 F メジャー行って D7 行って Gm7 行って C7 行って F メジャーここやって、で次 Bb7 で Eb7 で、あとは3625 Am7 D7 Gm7 C7 で C 行くということになります。で次は、半音上でやるんですけども、1,2,3,4 で、なので半音上のところの2,5 Am7D7 行って、今度 Gb のキーに行きます。でここでも1,6,2,5同じコード進行なので、Gb メジャー行って、今度 Eb7 行って Am7 行って、Db7 行って、1,2でまた Gb メジャー行って1,2,3,4で、今度ここヨドマイナーここになりますね。 Bb で E7 で、あとは3625 Bb Eb7 Ab メジャー、Am で Db メジャー行って、一度 Gb メジャーに行くと1,2,3,4で、今度また G のキーに行くので、そこの2,5 Am7D7 行って、G メジャー1,2,3,4で、メロディーだとちょっとこのリズムが入るので早く、次の G マイナーが入るんですけど、とりあえずこれいきましょう。1,2,3,4で、今度 G マイナー7 C7 で、ここで2,5作って F に行く、2,5だよと、 F メジャー行って1,2,3,4で F マイナー D フラット7行って、今度そのまま E フラットメジャーに行きます。ここ A フラットマイナー行って D フラット7行って、ここ G フラットメジャーと、で、また C、あ、C じゃなくて F のキーに戻るので、そこの2,5、Gm7、C7、F に行くという感じです。で、最後のコーラス。同じです、最初と。1,6,2,5なんで、F 行って、D7 行って、Gm7 行って、C7 行って、F、A 行って、で、ヨドマイナー、Bb7、Eb7 で、Am7D7、Gm7C7、F メジャー行って、でまた頭に戻るときは Gm7C25 行っていくと。で今日はとりあえずメロディーをやっていきましょう。メロディーも2パターンあるんですけども、コードに沿ってやるパターンと、あのキーに沿ってやるパターン、2パターンありますので、今日はそのキーに沿ってやる方やりましょう。はい、こんな感じですね。まず高いところ。なのでとりあえずキーを見てやりましょう。 F のキーここなので、
とりあえずここのコードあたりでやりましょう。なのでとりあえず F のメジャースケールを弾きましょう。という感じでここのあたりを弾きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワンという感じで入ります。アフターアクトですね。で最初ここの5度から1度いって飛びます。で5オクターブ5度でメロディー、あのなんだっけ、この C、A、C じゃない F のメジャースケール内やるね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワンと。でワン、ツー、スリーで、ここでおかずを入れアクセントを入れてあげますと、というメロディーなのでとやってあげましょう。で難しかったら別にこの感じでも全然いいです。メジャーペンタートニックだね。その中に全部収まってますという感じです。なのでここのコード見ながら、コードトーンとスケールここ見ながらやると見失いにくいという感じです。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォーという感じになります。うん。で、ここ5度からまた行って、今度13度、6度行って、5度行って、で、ほぼほぼメジャーペンタートニックだね。で、この後、ここ、サブドミナントマイナー行くので、ここは、あのダイアトニックと呼ばれる、あのメジャースケールにコードを乗っけたものなんだけども、ダイアトニックって簡単に言うとね、その中に入ってない音、1度2度3度4度で、ここ4度の時は4度メジャーで、マイナーが入ってないので、ここだけはこのキーを離れます。でこの時はコードを見ながらやるんだけども、その時のね、ここ見ましょう。これは B フラットマイナーの4弦ルートをしてあげると、よりよりメロディーを覚えやすくなりますので、ギターの場合これ全部のっぺらぼうなので、そういうのを使っていくとよりよりいいですね。で次半音いくんですけども、でここ G フラットメジャー7、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ここは同じなんだけど、その前のおかずがワン、ツーといきます。なのでここ G フラットメジャー見ながら3度いって2度で、1度行って7度、メジャー7行って、あと同じだね。でこっから、G フラットメジャー次のところ行きます。であとは同じなので、ハーモン上なだけなので、ここの G フラットのスケールコード、ここのポジション見失わないように行きましょう。ここも次4度前のここ G になって、ここ4度、オクターブ上の4度のポジション見ていきますだね。であと全部同じで、次、G のキーに行きます。ここまで同じだね。で次ここ5度、はい、G の5度から始まります。ワン、ツー、スリー、フォーで、先ほどはコードの時はここ4やると言ったんですけども、
メロディーはもう4拍目にマイナーのここマイナー3でアプローチしていきます。で、バッキングやるときにまた詳しくやりますけども、ここでマイナーにもあのメロディーのときはチェンジしてあげます。というところ一連で覚えていきましょう。なのでここメジャーのときは、ほぼ同じだね。だもんね。で、ここマイナーサード、こここのポジション見ながら、こここうやって2-5で、マイナーサード行って、G の1度行って、セブンスと1度で、ここ、5度行って、ここに行きます。ここなんだというと、もう、というとこれ、C のセブンスのメジャーサード見てます。なので、という感じでコードと一緒にこうやって見ていきましょう。で、というメロディーなので、ここフラット9オルタードテンションこうやって弾いてるんだね。なので絶対ここを見失わないようにしないと、あのメロディーが難しくなります。で、また同じようにここ今度 F 行って F マイナー行って B フラット7 1,2,3,4 なので 1,2,3,4 1,2,3,4という感じでいきます。という感じで、感じコードを絶対に失わないようにします。で、次 E フラットメジャーだね。ね、ここ見ながら、で、次こっちに移ります。指をもう入れ替えちゃって、そうするとここのコード、今度は A フラットマイナー7、B フラット7のとこ行くので、というメロディーが見えるでしょう。ね、1,2,3,4,1という感じですね。なのでここのコード A マイナー7フラット5、1度、2度、マイナー3度で4度行って、今度D フラット、セブンス、6度、5度で、シャープイレブンスという感じで見てます。でもここの G、A フラット、メジャーのとこ、同じだね、ここ。うん。で、次また F に戻るので。という感じで、最初はこうだったけども、他の時と同じ。ね。っていう感じでいきます。で、あとはもう同じです。というメロディー。なのでコードをまず見て、そこのスケール C、 C じゃなくて F のとこだったら F のスケール、 F メジャースケールだね。 G フラットだったら G フラットのメジャースケールで、次 G だったら G で、ここの時はこういうコードチェンジいくので、絶対コードまず見失わないようにこうね、やりながらゆっくりメロディーやってください。こうね、はい、ということで高いところは終わりました。ではオクターブ下いきましょう。低いところでやりたい人もいるでしょう。なので基本的には同じような見方をします。はい、ということで今日はとりあえずメロディー、オクターブ高いとこ低いとこ、ね、キーに沿ってやるやり方をやりました。
で次回はバッキング、コンピング、やり方をちょっとやっていけばいいかなと思います。で、ちょっとコードに沿ってやるやり方は、ソロとかに使えるやつなので、ソロギターとかね、ちょっとしばらくしてからやると思います。アドリブとか終わったんでね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。こんな感じで楽しく練習してるので、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画、いいな、これジョイスプリングいい曲だね、やってみたいなと思った方はぜひぜひコメント欄に書いていただければと思います。で、もし別にこの曲好きじゃないしなとか思った方がいましたら、コメント欄に鉛筆とでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。では、また次回もお会いできることを楽しみにしております。では、バイバイ。